Rapid Service Train for Tokyo. The next station is Shinkiba.皆さんこんにちは、手すりです。今回は東京行きの京葉線の列車に乗って新木場へ目指します。今ちょうど快速電車で舞浜駅を出発したところです。進行方向左側にはこのように干潟を見ることができます。葛西臨海公園の手前のあたりですね。列車はしばらく新木場へ向けて3分から4分ほど走っていくことになります。葛西臨海公園のこの大きな観覧車、こちらはディズニーのある舞浜の方からも見ることができますが、大きな観覧車を横目に列車は走っていきます。列車は東京都江戸川区と、それからですね、東京都江東区のあたりの境目、なんて言うんでしょう、荒川とかいう川でしたっけ。そんな川を渡って進行方向を左側ずっと奥見ると、このように線路群を見ることができます。こちらが新木場から伸びている線路になるんですけど、ここが東京メトロの車庫というふうになっております。ヘリコプターもちょうど飛んでますよね。ここの近くに東京ヘリポートなるものがあるようです。そしてですね、奥にちらっと風車なんかも見えまして、まもなく新木場駅に到着です。画面右奥ちょっとだけ一瞬だけ見ましたが、こちらが東京ゲートブリッジ。なんかね、恐竜のような形をしていることからね、なんかそういうの呼び名がついていたりもするんですが、東京ゲートブリッジというふうに呼ばれておりまして、羽田空港に着陸する飛行機などの制限をくぐり抜けた特殊な橋となっております。すごいですよね。というわけで新木場駅に到着です。新木場駅は JR の京葉線ですね。この京葉線の停車駅でもありまして、その他に東京メトロ有楽町線、そして今回の動画の目的でもある東京臨海高速鉄道臨海線があります。列車はだいぶ遅れて到着、そして乗り換えていくんですが、実はこれ臨海線ね、大崎からつながってるんですけど、実は改札の外に1回出なきゃいけないですね。新木場駅ではまた別の会社なわけです。直通していますが別の会社です。この東京臨海高速鉄道は大崎の方まで結んでいるわけなんですが、値段が幾分違うようで、この新木場で改札がなかったらね、まあある意味不正乗車みたいなことが行われてしまうわけです。この日はですね、東京臨海高速鉄道の車両がね、来るかなと期待してたんですが、残念ながら E233 系という車両でした。こちらが埼京線なんかで使われている車両です。そして奥の方を見てみると、こちら有楽町線のですね、車両が見ることができます。正確には東武鉄道から入ってきている列車なんですが、有楽町線の路線ですね。この列車は川越行きです。川越というのは埼玉の方にあります。臨海線、東京臨海高速鉄道臨海線は東京の、港区とかですね、江東区の地下をですね走りまして、品川そして大崎の方を経由しまして、北の方埼京線の方へと走っていくわけです。非常に面白い直通の仕方をしていますよね。 JR 山手線なんかで大崎の到着前には、東京臨海高速鉄道臨海線はお乗り換えですというような案内があると思います。東京臨海高速鉄道臨海線って非常に分かりにくいんですよね。これ英語放送にするとですね、あんた東京臨海高速鉄道臨海ラインというね、本当に外国人じゃ意味わからないみたいな放送が流れるわけですよ。本当はね、臨海線の車両に乗りたかったんですが、列車は扉を閉めまして新木場を出発。ここから大崎へ向けて列車走っていきます。今回は大井町まで乗りました。列車は帝国通り新木場駅を発車。しばらくはこの電車、地上区間を通っていくわけですが、すぐにですね、地下の方に入っていく車両なんで、景色はそんなに面白くないかなと思いまして、車内をずっと撮ることにしました。次は東雲駅に止まります。東に雲と書いて東雲と読むんですね。新木場ってしばらくはこのように地上区間を走っていくことになりますが、もうすぐ地下へ入ります。辰巳ジャンクションみたいなのがこの近くにあったはずです。この辺りかな。東京メトロの辰巳という駅もありますが、ここが辰巳ジャンクション。京葉線はここからすでに北方向へ分かりまして東京へ向かいます。この辺りからは地下に入っていくわけですよね。ちょうど反対列車も来ました。こちらも臨海線の車両ではなく、埼京線の中に使われている JR の E233 系。直通しているとはいえ、臨海線の車両が使われているのはごくわずかという感じですね。右側にずっと高速道路を眺めながら、列車はかなり人の少ない中発車していきます。まもなく東雲駅に到着です。
もう現在ね、列車の一番後ろの車両に座っているわけなんですけど、ここ女性専用車とかって書いてあるんですね。関西だと女性専用車両、終日なんですが、こう関東ですとね、この時間帯のこの区間だけとかいうふうに決まってるのでね、比較的乗りやすいかなというふうに思っております。そして東雲駅に到着です。 JR の車両ですが、 JR とはまた違う、なかなか JR と直通している車両、 JR と直通している路線というのは関西には少ないですから、非常に面白いですね。東京臨海高速鉄道 R02 というふうに書かれております。臨海線は先ほど大崎の方まで結んでいると言いましたが、新木場からですね、国際展示場、東京テレポート、天王洲アイル、品川、シーサイド、そして大井町を経由し、JR 大崎駅までつながっています。そこからは JR 線の山手線であったり、埼京線の方に乗り入れまして、川越までこの列車は行くわけですが、全長 12.2km、駅数にして実に8駅というふうになっております。次は国際展示場、お出口は右側です。ゆりかもめはお乗り換えです。次の駅は国際展示場です。国際展示場はゆりかもめの乗り換えというふうになっています。ゆりかもめというのも東京臨海高速なんとかとかね、なんか似たような名前だったはずなんですけど、東京臨海新交通みたいな名前だったはずです。非常にね、分かりにくいんですが、正式名称では呼ばれず、ゆりかもめという愛称で親しまれております。東京臨海高速鉄道臨海線は、訳して臨海線というふうに言われてますね。新木場を出てしばらく走りまして、すぐに地下に入っていくこととなります。やっぱり臨海線人が少ないですね。日中に撮ったというのもありますが、本日は土曜日、人は少し多くてもいいんじゃないか。東京の首都圏ですからね、不思議なものです。地図を見てみると、だいたいこんな感じの位置、ゆりかもめのこちらですね、あの東京ビッグサイトとかいうふうにありますけど、この辺りをね走っていくわけです。臨海線は主に大崎の方からずっとバイパスとして走っているわけですが、ゆりかもめはね、基本的に台場の辺りを走っているわけで、台場の観光目的とかで使うことが多いですね。国際展示場に到着。このように臨海線では臨海線独自の発車メロディーもあります。この駅だったり次の東京テレポートでも非常に面白い、ね、音を聞くことができたので、ね、そちらでも、ね、聞いていただけたらと思うんですが、ここからは近く間ですので、あまり景色はよろしくないということになります。次は東京テレポート、東京テレポート、お出口は右側です。列車は国際展示場駅を出発です。この東京臨海高速鉄道臨海線というのは、正式名称は東京臨海高速鉄道株式会社というふうに言われてまして、略称として TWR というふうに、なっているわけです。東京都の臨海副都心エリアというふうに呼ばれる場所を走っていくこの電車なんですが、実は第三セクターということで、東京都が 90% 以上を出資している会社なんですよね。JR 線みたいな位置づけなんですけど、またちょっと違うようです。次は東京テレポートという、いかにもね、高輪ゲートウェイ的なね、よくわからないカタカナの多い駅名、最近流行っておりますが、そんな駅に到着します。東京テレポートということで、なんかそこに行ったらテレポートみたいなのができるわけではないんですがね、この臨海線の駅名は品川、シーサイド、天王洲アイル、東京テレポートというようにですね、8駅中3駅がカタカナ入っております。面白い臨海線独自のですね、70型みたいなね、車両もあるんですが、そちらはね、残念ながら今回見れませんでした。もっと見てみたかったんですけどね、残念。今日はちょっと時間があまりにも少なかったので、大井町で降りることにもなってしまいました。すいませんね。東京テレポート駅に到着です。発車メロディを聞いてみましょう。いい音が鳴りますよ。この東京テレポート駅の発車メロディーは、踊る大捜査線のテーマ曲が使われております。面白いですよね。僕は小学校の時になんか音楽会でなんか弾いたリコーダーを吹いたことあるような気がします。
あ、そんなのはどうでもいいですが。東京テレポートを出ると次は天王洲アイル駅へと泊まっていくことになります。またまたカタカナの駅ですよね。この電車は JR 埼京線特急快速川越行きです。大崎までは各駅に止まります。次は天王洲アイルです。このお台場の付近のですね、いろんな鉄道と乗り換えができるというのもこの臨海線の特徴ということになります。ここでは臨海線と言わずに埼京線とかっていうふうに言うんですよね。レインボーブリッジとか見えたらいいんですが、残念ながら地下です。先ほどの東京テレポートから天王洲アイル駅の間でですね、東京湾第一航路、俗に言うレインボーブリッジなどの下を通る航路の下を通過していきまして、列車は天王洲アイルへと向かいます。天王洲アイル駅、このように見てみるとこんな感じ。一応島の下にあるんですが、東京モノレールとの乗り換えをすることができます。天王洲アイル駅も地下駅なんですね。今ちょうど海の下を通っていたりするわけですから、ちょうどですね、この東京臨海高速鉄道に乗っていると、GPS が効かないということが起きてしまうわけです。見てみるとちょうどこのようにですね、京浜運河の方を下を渡っていきまして、東京モノレールの天王洲アイル駅と合流することになります。以前東京モノレールの動画も出しましたのでですね、そちらの動画も暇さえあれば見ていただきたいところですが、ちょうど天王洲アイル駅に到着しました。天王洲アイル駅はこんな感じの駅、羽田空港線の東京モノレールと乗り換え駅で、よく聞いてみると GR でも聞いたことあるような発車メロディーが流れております。1面2線の島式ホームの感じになっているんですよね。ドアが閉まって次は品川シーサイド駅へと行きます。東京モノレールでいうと羽田空港方面、こちらの品川シーサイドというのは進行方向的には南方向に進んでいくことになります。首都高速中央環状線なんかも、沿っています。この京浜運河の今ちょうど地下のところを走っているわけですが、地上だったらね、分かりやすいんですがね、モノレールと同じようなところを通って品川シーサイドという場所まで、次の駅行くことになります。品川シーサイドといっても品川駅、 JR の品川駅からはだいぶ離れているわけです。京急でいうと青物横丁駅が近いでしょう。品川シーサイド駅に到着です。ここも一面二線の島式ホームの感じ、臨海高速鉄道はこんな感じの駅が多いような印象を受けました。品川シーサイドといっても何かあると言われれば何もないんですよね。次は大井町駅に止まります。地図でこのように大井町駅を調べてみると、東急の大井町線、そして京浜東北線、 JR の京浜東北線の大井町駅、そして今乗っている臨海線の大井町駅という感じになっております。ちょうど大井町駅に到着、ここで降りることにしました。運賃が少々高いこの東京臨海高速鉄道臨海線ですが、非常に面白かったですね。この快速というふうに書かれていますが、実際に臨海線内は各駅に停まりまして、大崎から快速としてのですね、まあ種別が使われるのではないかなというふうに思っております。このようにガラガラの東京なのにガラガラの車両を見ることができて非常に面白かったです。東京といえばね、なんかいつでも混んでるイメージがあるんですが、そうでもない路線も割とあるようです。ですが臨海線意外と需要大きくて黒字だったりした年もあったらしいんですよ。コロナでどうなったか知らないですけど。ここで埼京線の車両とはお別れということになります。大井町駅ね、実はこちら大井町駅非常に深いところにあるわけで、これ後でですね、登ってみたら面白かったんですが、2層構造になっていて、上り線、下り線という風にありまして、大崎方面へ行く僕が乗ってきたホームは、上側、そしてその今僕が見ている下側にですね、もう1階層ありまして、そこの階層には新木場方面の列車のホームがあるそうです。
で、大井町でこの後ですね、東急大井町線に乗って、まあ、とあるところへまたね、行くわけなんですけども、今回はこの辺で動画を終わると思います。ちょっと短いですが、本日もご視聴ありがとうございました。東京都品川区、大井町までやってまいりました。本日は東京臨海高速鉄道臨海線のご紹介でした。